はい、こんにちは。ドグリーです、えー。今日はですね、世界のアルバムのセールスチャートがちょっとすごいことになっているということで、記事に刺激されたので、ちょっと紹介記事を書いてみました。元ネタは、フォーブスの K-POP の世界的影響力。2023年ベストセラー20枚のうち19枚が韓国発っていう記事ですね。マジでと思って、 そんなことあると思って調べたんですけど、要は、えっと、物理、フィジカルと呼ばれる CD のセールス、アルバムのセールス、ぽいですね。ちょっとダウンロード含まれてるのかなちょっと、そこまで細かくちゃんと見てないんですけど、元のフォームスの記事には、あの、アルバムのセールスのことだけ書いてあるんですけど、元ネタが、これ IFPI っていう国際レコード連盟。 のデータで、えー、国際レコード連盟が、えー、といろんなチャートをインフォグラフィックスっぽく出してくれてますね。で、グローバルアルバムセールスチャートを見ると確かに1位、セブンティーンにストレイキッズ、NCT、セブンティーン、ストレイキッズ、6位にテイラー・スウィフト、7位、ジョングック、どこもトップ10全部。テイラー・スウィフトが本当に K-POP なんですよね。 で、枚数がすごいんですよね。セブンティーンは1位と4位に入ってるんですけど、1位640万枚、4位450万枚、足すと1090万枚っていう。ミリオンセラーじゃなくて、なんだろう、10ミリオンセラーなんですかね。かもうダブルミリオンとかそういう感じじゃないですよね。640万枚とかですからね。だから まあちょうどその m ネットをやってるママアワードで、あのー、セブンティーンが、まあ、アルバム・オブ・ザ・イヤーを待望の悲願の受賞をされて、まあ、ファンも含めて涙するみたいな。ル・セラフィムのメンバーも確か、なんか、涙をしてるシーンがカメラに抜かれてましたけれども、まあ、1000万枚売ったらそうだよっていう、 話ではあるかなって,って、す、まあ、凄まじい数ですよね。だから、多分その K-POP が今、日本の、のいわゆる AKB の握手券の延長で、その複数バージョンを出して、その、まあ、複数枚ファンに買ってもらうっていう仕組みを、多分グローバルで確立したことによって、もう、そのいわゆる CD アルバムのセールスに関しては、もう K-POP が世界的に急増してるっていうことだと思いますね。 トップ20のうち19に K-POP ってすさまじい話ですからね。テイラー・スイフトですら280万回。ただ、だからこれ、あくまで CD セールスなんですよね。だから、その、別のチャートも i f p i を出してまして、グローバルストリーミングアルバムチャートっていうのは、ストリーミングのアルバムチャートって、アルバムの中のストリーミングが再生されてる数でカウントしてるんですかね。 こっちはもうガラッとメンツが変わってですね、K-POP 一人もいなくなります。テイラー・スウィフトが、でも1位じゃなくて3位と10位なんですよね。1位は何かっていうと、モーガン・ウォレンさん。アメリカのカントリー歌手らしいですね。で、2位がシザーさん。SZA って書く、シザーでいいんだけど、R&B 歌手の人ですね。だからどちらかというと、ストリーミングで聴き続けるタイプの曲なんだろうと思われます。実は、どちらもテイラー・スウィフト1位には慣れてないんですよね。でも、 グローバルアーティストチャートっていう、多分総合アーティストランキングみたいなのがあって、それは1位がテイラー・セフトで、でも2位にセブンティーン、3位にストレイ・キッズが入って、まあこれは結局その、アルバム、CD セールス的なものと、そのストリーミングのポイントをどうするかによってこの辺は変わってくるんだと思うんですけど、これだとモーバン・モーレン6位ですからね。でもこのアーティストチャートのトップ10にも K-POP4 組入ってるのかな、ニュージーンズも8位に入ってますからね。 K-POP がやっぱりあのグローバルで本当に、あアメリカ、グローバルかなで勢いがあるというのはすごいよくわかるチャートになってますけど、<laughs> IFPI のサイトにグローバルの音楽産業の収益の推移がグラフで出て,てました。これよく見るやつなんであ、なるほど、こうはソースだったんだと思ってたんですけど、音楽産業は本当2014年に底を打って綺麗に右肩上がりだったんですね。今急増。 急上昇市場ですね。一時期は1999年あたりをピークに CD セールスがグローバルで落ち込んできて暗黒時代と言われてたんですけど2014年に底打ちしてストリーミングの収入が増えていくことによって今や音楽産業成長産業に変わっているっていうでその中で実は CD の売り上げも2020年に底打ちをして3.7% これはビリオンなのかなが2023年に5.1まで上がってるんですよね。で、この上がっている要因の多くが、実は K-POP が占めてるそうです、J。日本は CD セールスの売り上げのかなりの割合を日本が占めているっていう異常な市場なんですけど、日本は逆に今、ストリーミング伸びてるんで、CD 市場は下がってるんですよね。でも K-POP は伸びてるから CD 全体は伸びているっていう、すごい面白いン。 まあその結果トップ20アルバムセールスで見ると K-POP が20中 <laughs> すごいですよね。20枚中19枚が K-POP っていう。まあ、日本のアーティストとしてこのグローバルに出ていくときにそのどういう媒体でどう出ていくかっていうのはちょっとこういうトレンドも踏まえてちゃんと考える必要がる、まあビジネス側の人はですね、まあ、アーティストは本当にその いい曲、ファンが喜ぶ楽曲を作るのに集中すればいいんだと思うんですけど、レーベルとか事務所側はこの選択をどうするかっていうのは難しいですよね。CD 側はしっかり力入れるのか、やっぱストリーミングかけるのかみたいなのは結構やっぱりランキングもガラッとメンツが変わるんで大事だなとちょっと思ったのでご紹介でした。 はい、こちらのチャンネルでは日本のエンタメを密かに応援したいなと思っておりますので、え他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。